にちは。ライフナビゲーターの桑田和子です。新日本を一緒に読もうのコーナーを今日もやっていこうと思います。今日からいよいよですね、第5章です。この新日本 AI かけるデータ時代における日本の再生と人材育成という安宅和人さんが書いた本なんですけれども、まあ分厚い本ですよね。こんな何センチぐらい、3センチぐらいあるんですが、全6章になっておりまして、まあ1章につき4つか5つぐらいの項目があるんですが、これを一つずつ読んでは少しポイントとか私の感想をお話しするというのをやってきております。いよいよ第5章になりました。第5章はですね、未来にかけられる国にリソース配分を変えるということです。もう諦めたらもういけない、できると思ったらできるのです。西堀英三郎さんがなんかそういうことを言われているというのが、この第5章の、まあ、章の表紙のところにこう書かれていますね。今日なんかね、朝私 SNS を見ていて、あ、本当にそうだなと思ったんですけど、企業の中とかでもできない、どうしてできないかをこう考える人よりも、どうやったらできるかっていうことに頭を使いましょう。ただやっぱりなんかこう、どうしてなぜできないかをこう説明している人の方が仕事をしているように見えるらしいです。らしいですが、そういうところに時間とかね、いろんなものを使っても結局できないままだということですので、どうやったらできるのかっていうことを考える。できると言ったらできるということで、考えていくのがいいんじゃないかということです。で、まあ、この第5章の最初は、1番、圧倒的に足りない科学技術予算ということで、もうすぐまあアメリカの大統領選挙があるんですけれども、11月3日ですね、アメリカの大統領選挙で、4年に一度ですから、4年前にドナルド・トランプさんが大統領になったわけですよ。でその前は、トランプさんは共和党ですけど、その前は民主党のバラック・オバマさんだったんですね。でこのトランプさんが大統領になった時に、こう学校関係者とか科学技術関係者とかはこうちょっと予算が何でしょうね、削られるんじゃないか、研究費削られるんじゃないかと思って恐れてたそうなんですけれども、実際に起こったことは真逆だったということなんですね。まずトランプ大統領は最初にフルの予算見直しを行った。2018年度の科学および技術予算は歴史的な増額だったということで、これね、実は私ちょっとオンラインサロンの方ではお話をよくしてるんですが、トランプさんが大統領になって最初にねやったのが、国家安全保障戦略っていうものをもう大幅に見直すということだったんですね。でそこの、まあ、国家の安全保障戦略がまずあって、大統領が出して、その下でいろいろ安全、軍事戦略とか、まあ、いろんな戦略とか、まあ、経済的なこともその国家安全保障戦略っていう中心に沿っていろいろこう決めていくんですが、その中で今まで それまではテロとの戦いということをこう何て言うかな、第一に挙げていたのを、中国共産党が本当に脅威だというので、まあ、そことの戦いっていうふうに順位を変えたんですよね。でその戦略のもとにいろんなことをこう、まあ、予算とかも多分そうやって組んでいっているので、その中で科学技術っていうのはもう本当に追いつかれて盗まれてみたいな感じだから、ここを何とかしないといけないというふうになったんだと思います。まあ、それで実際に増額されて、それからこれも面白いなと思ったんですけど、トランプ政権になってから、ここに税金を納めるぐらいならって言って、まあ、民主党支持の人たちですかね、大学および研究機関へ寄付が増えているということで、まあ、結果的には非常にそちらの方にお金が入ってくるというふうになっているということです。で、まあ、中国はもうもちろん2045年に向けてどんどんこう次世代のそういうものを取っていくぞというので、すごい予算を入れています。まあ、そうやって米中の科学技術の投資合戦がねどんどん加速しているっていう状況の中で、では日本はどうなのかっていうと、
国力に見合った R&D 投資ができていないというふうに書いてあって、この私 R&D 投資って何なんだろうってもうちょっと調べましたよ。全然こういうの疎くて全然知らなくて、そうするとリサーチ&デベロップメントということで、研究開発という意味だそうです。 R&D っていうのはだから研究開発投資が全然できていないということで、まあその日本の国力に見合ってないと。投資はされてるんだけれども、どん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 減少傾向で、2017年まですごい長期にわたってどんどん、なんか減ってたそうなんですね。やっとちょっと戻ったかなぐらいの感じで、アメリカとか中国に比べるともう本当にすごい少ない、2016年度の GDP 比を見ると、日米は 3.8 倍、日中は 2.3 倍だけれども、科学技術予算だけを見ると日米が 4.7 倍、日中は 3.7 倍ということで、もう本当に今このね、あの黒船が来たっていう、そういう時代の変わり目で、なんでしょうね、産業革命に匹敵するようなそういう時期であるというところで、まあ、アメリカも中国もそこにもすごい力をかけてるわけですよね。お金をかけてるわけなんですけれども、まあ、全然日本はできていない。そういう、こう技術革新ゲームに参加できていないということなんですね。で、まあ、それでどういうふうにしていくのかっていう時に、やっぱり国全体のマネージメントっていうのをやっぱり考えないといけない。あのずっと縦割り行政ってね、皆さんもよくご存知だと思うんですけども、縦割りできているから、全然この全体的な戦略、中長期を見ていく戦略っていうのが本当にできていないということで、なんか目先の戦術だけをやっていて戦略ができていないという。で、まあ、第二次安倍内閣になってから日本でも国家安全保障局というのができて、まあ、その全体を、防衛だけとか科学技術だけとか、なんでしょうね、そういうこう縦割りでやるんじゃなくて、日本も国家安全保障という戦略を持って、それに合って予算の付け方をしていきましょうとか、こうやっていきましょうっていうのがやっと2012年から始まって、今ちょっとまたいろいろ動き出しているということなんですね。なんかそれって本当に、いやそれまでなかったのっていう驚きなんですけれども、こう全体戦略があった上で、じゃあどこにお金をね分けるか、まあ、限られている、まあ、国なんでお金すればいいんですけど、まあ、どこにどういうふうに振り分けていくかというものなんですね。で、この266ページに書いてあるんですけど、あ本当にそうだなって私は思ったのは、あらゆる戦略は目指すべき姿の正しい見極めと現実の正しい理解から始まるっていうことなんですね。だから常に正しい現状の理解をして、現状の理解ができていなかったら戦略も何もないですから、なんか妄想で、何でしょう、きっと大丈夫なはずとか思っていたのではダメで、現状は本当にどうなっているのかっていうのが分かった上で、じゃあどういうふうにしていくのかっていうふうに、長期的な戦略を立てる。やっぱり国っていうのはそういう、企業っていうのはそんなにすごい長期の戦略を立てら、まあ、企業のどうやって生き残っていくか儲けていくかっていう戦略が立てられても、国全体の中での自分たちみたいなことはあのできないわけですよね。まあ、それで、やっぱり国っていうのはその全体を見て、長期的な戦略を立てていく必要ですということです。でですね、やっぱりこう大学とかもこうどんどんこうさ、なんだか多分統合していく形になっていくんですけど、まあ、子どもが減っているし、ですがやはり、地方の、まあ、昔からあるような国公立大学、あの主として国立大学っていうのは何でしょうね、やっぱりこう所得が低くなっていったりすると、東京に子どもを送り出して仕送りをするっていうのがすごい大変みたいなところで、やっぱり地元でしか進学できない人たちもいるわけで、そこをやっぱりなくしてはいけないし、そこはすごく大事な才能の受け皿として残していくということも必要だということです。まあ、本当今回のこのコロナのあれで大学始まったけれども始まってないみたいな
ところも多いじゃないですか。もうオンラインだけで授業をやってるところも結構あるということで、そうすると何でしょうね、オンラインでできるところでもやっぱりこう実際に行かないと実験とかできないとかね、あったりするんで、なんかそういうのもちょっと組み替えて地方の大学でこうやってとか、なんかいろんなことがね可能性としてできたらいいんじゃないかなと私は妄想しております。はい、そして、高い人材開発の投資効果ということでね、やっぱりこう長期的に見た時にどこに投資すると、国として良いか、まあ、非常にリターンが大きいかっていうことを考えた時には、トップが教育と人材開発で、それに次ぐのが科学技術開発ということなんですね。まあ、当然やっぱりその人材開発とかってやっぱりそんなね今日やって来年っていうわけにいかないんで、やっぱり時間かかる。あと科学技術開発もやっぱり時間がかかるんですけれども、やっぱり企業などではできないような時間の規模、時間軸とか規模のリスクを取るのが国のや、まあ、本来の役回りなのだということなんですね。で、まあ、じゃあどういうふうにしていったらいいかって、やっぱり予算なんですよ。予算がどのぐらいあるかっていうことで、科学技術予算は入れれば入れただけ論文数すなわち競争力につながることが分かっている。これはなんか日本だけがっていうことじゃなくて、他の国でもやっぱりどれぐらい予算を入れるとどれぐらい論文がの数が増えるかっていうのはもうちゃんとなんかこう出てるらしいですね。で、やっぱりアメリカとかはもうすごい入れてるから論文数も多いし、中国は本当に少なかったのがもうどんどん入れるようになってものすごい数になってるんですね。で、こういうふうに言うと、いや数じゃなくって質が大事だっていうふうな意見も出てくるんですが、別に論文に限らず質を高くするには母数が重要なんですよね。確率ですよね。何本に1本かは素晴らしいとか、なんかすごい研究が出てくるみたいなのはやっぱりたくさんの数の研究があって出てくるっていうことなので、その母数が増えれば増えるほど確率が上がってくるということなんですね。ですからとにかく裾野を広げる、数を広げる、増やす、そのために予算が不可欠ということです。で、やっぱり選択と集中みたいなことをずっと言われてきて、で前にもお話ここに書いてあってお話ししましたけれども、まあ、実際すぐに役立ちそうなものとか成果が出たものに対して集中して予算を入れていくみたいなことを、まあ、日本はやってきたわけなんですが、それは、新しい技術は生まれてきにくいし、イノベーションも起こりにくいっていうことなんですね。で、今が本当に、現在タイミング的にデータ×AI 化におけるフェーズ1からフェーズ2、3に一気に移る局面であるっていうことで、これはね前にお話があった何ページかな、116ページにそのデータ×AI 化における産業化の対極観っていうのがあって、フェーズ1っていうのがデータ×AI が進展、 AI 化が進展する、フェーズ2がデータ×AI 化の二次的活用が進む、まあ、一般利用がねどんどん広がっていく、でサービス業が拡大していく、でフェーズ3がインテリジェンスネット化するということで、エコシステムが構築されるというので、今はこのフェーズ1がだいぶ終わってきて、終わりかけてフェーズ2に入っていくところじゃないかということなんですね。でフェーズ2が、まあ、2025年ぐらいからじゃないかっていうことで、日本っていうのはその産業革命の時もフェーズ1のところは飛ばしてフェーズ2、3とすごいそこで得意分野というか力を発揮してきたんですね。114ページにあります。本をお持ちの方はご覧ください。144ページに、1750年ぐらいから産業革命が始まって、で1900年ぐらいから高度な応用が始まって、1960年ぐらいからエコシステムが構築されたということで、日本はその1750年とかまだ江戸時代で、
もう侍とかがいた時代ですよね。で1900年ぐらいからどんどんこうそこから入っていって、1960年代っていうのは本当に高度成長期でものすごい発展をして、ね、新幹線作ったりとかもういろんなソニーとかもいろんなものを作ったっていう、まあ、ここがね割と得意分野とか強みがある日本は強みがあるということなので、今回もねデータ ×AI のフェーズ1のところでは相当出遅れておりますがフェーズ2、フェーズ3っていうところで一気にこの、まあ、強みを持っている境界領域とか応用領域そのフェーズでこう仕掛けていって勝ちを取りに行く、まあ、そのためには論文数っていうのも、まあ、増やしていく研究を増やしていくのにとにかく予算を入れる選択と集中の真逆をやってとにかく最初にこう勝ちを取ったものが後からやっぱり続くものよりも強くなれるのでそこをやっていきましょうっていうことです。で前回もねお話ししたんですけれども、あたかさんがまあ SNS ですごいなんか喜んでいらっしゃったのが2021年度に、大学の研究開発を支援するファンドが国費で最大10兆円規模の資金を入れてそれで運用益で研究者の待遇を改善したりとか施設の整備をするというその投資によってね、まあ、ただお金を突っ込むだけじゃなくてあの基金をこう回していって、その投資益をそういう研究費に当てていくっていうようなことができたと。でもそれも何年も何年も言い続け周りの人たちとか、政府の人たちとか議員さんとかいろんな人たちが動いて、それが、実行に移されることになったという大変めでたい話でなんかここに書いてあるのがどんどんこう実現していくっていうのがすごいなって私もそれを見ていて思いました、はい。まあ、とにかく予算が足りないいろんな意味で予算が足りないっていうところなんですけれどもまだ、まあ、どこに本当にお金かけていくかっていうのは、ね、すごい大事で何でしょうね政府のやることは何でもかんでも批判する人たちとか風潮が一部にありますけれどもあのね何でしょうね新聞とかテレビとかって全然報道されてないけどあのやっていることですごいいいこともいっぱいあるんですよ。もうダメなところももちろんありますよ。でもいいところはやっぱりちゃんと見てあのその路線で行ってくださいっていうのを私たちもやっぱり言っていく必要があるかなと思います。はい、フェーズ3を期待したいですね。本当フェーズ3までだいぶ先だと思います。フェーズ32000何十年ぐらいですかね。でも2035年ぐらい産業革命の時のあのスパンじゃなくてもっと早いっていうことですよね。2035年、だから今から15年とか20年後ぐらいのところがフェーズ3だからそこに行くときにやっぱりもうこの2035年って日本って相当あの高齢化社会とか老人社会ですからそこでみんなが幸せに生きていくためにどんどん AI データかける AI でいろんなものを作っていって課題解決先進国としてねあのその新しい技術を他の高齢化がその頃から進んでいくところでうまく使っていただくみたいな風にできるといいなと思います。生きてるかな元気で見届けたいです、ね、私たちもちゃんと恩恵に預かれるようにあの邪魔おばにならないようにしたいと思いますね。はい、では今日はこれで終わります。